こんにちは、荒木和弘です、えー。日本で、まあ、武器室の問題、いろいろ出てきて、ああでもない、こうでもないっていうやってるんですけども、えー、韓国の月間朝鮮という雑誌あります。日本で言うと、まあ、文芸春秋に当たるんですけども、これのですね、今年の2月号にのっかった論文で、 え、これはあの、私の友人であり、潮風にも協力してくださっている韓国のベナー TV という、あの、インターネット放送の代表をやっているチャーモンジェさんがですね、書いたもので、え、タイトルがですね、 えー、私たちは本当に命を懸けて、えー、やりました。えー、これあの、この写真の方は、あの、イ・ギョンソさんと言われる、まあ、韓国のミサイル開発の父ですね、えー。そういう方がどんなに苦労して、えー、韓国であのミサイルを開発したのかということについて書いてあります。で、えー、まあ、これともかくあの、韓国本当にですね、武器なんか全く作れないような国だったんですね。1960年代、えー、までは。 で、その中で、パクション議大統領が、あの、決断してですね、武器産業をともかく起こして、そして、北朝鮮に対抗できるようにするという、まあ、命令を下しました。で、普通考えたらあんなことできるわけがない。です。で、もうこの中に出てきてますけど、本当に小銃も作れなかったような国で、 このミサイルなんてとんでもない話だったんですけども、しかし、あの当時ですね、60年代か70年代というのは、あの、在来、まあ、あの、北朝鮮も核保有してません。で、在来の兵器、通常兵器でもですね、やっぱり北朝鮮の方があの圧倒的に強かった、えー。当時、韓国人ですね、我々あると、その、絶対に北朝鮮と一対一で、えー、ガチで戦争やったら負けるという、 まあ、引っ張りの信念って我々言ってましたけども、そういうものがあった。でも、それは、あの、全く、その根拠がない話ではなくて、やはり、あの、北朝鮮が当時としては、あの、大量、質量ともにいい武器を持っていて、で、えー、戦車などもですね、ともかくは作れるようにはなっていた。 で、これに関しても、韓国のは全然ダメだということでですね、えー、ミサイルを作れという指示が出たんですけども、こんな簡単にできるわけはない。で、結局どうしたかというと、まあ、あのー、もちろん自力で努力はするんですけども、一方で、まあ、アメリカやイギリスなどを騙してですね、えー、技術を入れるということをやって、 とということなんです、えー、もうそのことまでこの論文の中にはあのずっとインタビュー書いてあります。で、えー、それ見たらですね、あのー、ちょっとこうまあ違和感も感じますよね。えー、なんだそううやってこう 盗んだもんなのかっていうのはあるんですけれども、しかしその一方で、もう韓国からするとですね、もうそんなことは言ってられなかった。ここで、ともかく北からやられた時にやり返すものを持ってなかったらば、何をされるかわからない。で実際、1968年にはですね、あの、大統領官邸を狙ったゲリラ、あるいは東海岸へのですね、大量のゲリラ浸透とかそういうことがあったわけですよね。 だから、もうこれは、なんとかして、止めるためには、それに相応する、まあ、あの、これは警察規定というのとちょっと意味は違うんですけど、まあともかく、あの、相手にやられたら、同じことをやり返せるようにしなければいけない、ということだったんですね。それでもう、必死になって、もう缶詰でですね、もう、もちろん、あの、情報も外で出せないですから、もう家族とも、ずっと連絡が取れない状態で、もう必死になって作ったということです。 で、だから、それを、ただコピーしたんだ、なんていうことで,ですね、あの、言うのは簡単ですけども、もうその時の韓国は本当に必死だったんですね。えー、もうそこでやんないと、もう次、北朝鮮が何するかわからないっていう、まあ、恐怖感、そしてまあ、敵対意識があったと。で、パクションヒ大統領が、この軍事産業の育成というのは、ともかくあの、重点、 をつけてですね、産業を育成しないと、もう韓国の産業なんて本当に、北と比べると、もう日本の時代に圧倒的に北側が工業地帯としてインフラ整備されてましたから、まあ、もう最初からあのデメリットが多かったんですねで。そういう中でやっていくためには、もうともかく必死になるしかない。 で、ええー、まあ、それを一生懸命やり、で、軍需産業をともかく強くすること。で、これが、まあ、要は重厚長大産業のですね、えー、強化につながると。 いうことだった。えそして、それが、あま、韓国をですね、あの、中心国へと持っていく原動力になったということです。だから、ま、あ単に軍事産業ということだけではなかったんですけども、やはりですね、軍事産業を育成したということが、まあ、今日、もう日本は完全に、そういう意味で言うと武器市場であれば、韓国にも差をつけられて、えー、追いつくことはできないですよね。もうそれぐらいになってしまってます。えー、で、 あの、もう日本の方は自分で自分の手を縛ってですね、あの、動けないようにしてたわけですから。それ、えー、韓国が、あの、フェアじゃないとか、あんたは言ったってこと意味ないことだった。で、もうやんないならやんないでもそれも諦めるしかないんですけども、しかし、えー、もう一つ、この中でパクチョンイ大統領が、あの、出てきますけど、パクチョンイ大統領が言った言葉、やはり経済やですね、軍事で、あの、他国に、 え、依存しているようでは、もう国としての独立が果たせないという、まあそういう趣旨のことを言っていたということで、これ、我が国にとっては耳の痛い話じゃないですかね。アメリカにそのいろんなもの依存して、特に軍事から言うと依存して、まあ最後はアメリカ守ってくれるさというのを、右も左もやってきちゃったということの結果が、今日を招いたというふうに言えないことはないだろうと思います。 えー、本当にあの韓国の、ね、国防産業の、えー、発展というのはもうある意味本当にあの安全保障上どうしても欠くべからざることだったということです。 え、まあ、ちなみにあの、1970年代ってアメリカ、カーター大統領なんかがですね、えー、在韓米軍の撤退というようなことを言った。で、アメリカはもういつ韓国を切り捨てるかもわかんないという状態。ですからもう、なおのこと、本当に必死だったということなんですね。えー、このチャン・ウォンジェさんのおインタビューを読んでですね、あの、このイ・ギョンソ博士という方が、あるいはその周りのお方々がですね、開発に努力したということっていうのは、我々としては、あの、すごい、 教訓として受け止めるべきではないだろうかなということを感じた次第です。今日もありがとうございました。